乾杯。乾杯。乾杯。はい。で、12月に入って、はい、ハイザーバードも寒くなってきましたが。そうですね。そうですね。はい。で寒いのか。日本の秋ぐらいです、ね。朝と夜は寒いですね。朝と夜はそうですね。日中でも30度です、ね。そうですね。あ、30度ですかね。29度とか30度を聞きしてますね。でも夜は冷えて、そうですね、16度、17度なんです、ね。あ、そんなに下がってますか、はい、16、17ですね、はい。え、こちら辺はまだ22度とか24度です。あ、そうなんですか。はい。フェゼル、ちょっと北だから。ちょっと北で。ハイドラマの北だから。何もないところですからね。何もないからね、はい。樽中の人にそう言われるのも。そうそうそう、はい。まずはそのポスター見てみてください。ポスター、はい、何のポスターですか？ニュートンという映画のポスター。私、検索できないので。はい、はい。ニュートン。でもさっき機内モードにしたばっかり。ああ。まあまあ。しかもこう、私の携帯電波が入らないあ、じゃあ。私のが入るかな。面白い。で、ね、ゴゴチャイタイムは、ずっと聞いてくださってる人は知ってるかもしれませんけれども、うん、私たち今どこにいるかがわからない人も多分、これ初めて聞く人がいるかもしれないので、そうですね。そうですね。南インドの、ハイデラバードという街ですかね。いや、まあ、市でしょ。市ですかね。はい、うん。大都市か。結構な都市だと思いますよ。ね、インドの中で一応州都だし。だそうですね。そうですね。はい。はい、一応という。テランガナ州の州都です。そうですね。南インドのテランガナ州の、はい、ハイデラバード市に位置している英語大、うん、外国語大学から発信してます。はい。はい。英語外国語大学アジア研究学部アルと申します。よろしくお願いします。はい。はい。アメミヤです。よろしくお願いします。イコマです。よろしくお願いします。今回録音だけなんで、もうこの2、3回は録音だけだから、誰が話してるのかわからないっていうのも。特に女性2人が、まあ声似てるとは思わないけど。うん。そうですね。そうですね。ということで今日は3人でお送りします。はい。そうですね。その、まあ、今開いてくれたそのポスターなんですけれども、このニュートンという映画のポスター、まあ後で編集の時にもポスター入れときますけれども、このニュートンという映画が、まあさっきもそのニュートンっていうと、日本人は、その、運動の法則ですか、うん、ニュートン力学か。ニュートン力学で、まあその科学者ですね。うん、はいはい、17世紀、18世紀の科学者が、その、まあ思い浮かぶと思うんですけれども、はい、その同じその字で同じ音のニュー字同じ音のニュートンという映画が、去年公開されて、ヒンディー語の映画なんですけれども、うん、でその映画が日本でも公開されたみたいですね。はい、最近ですか？多分今年の4月か、まあ、ちょっとよくわかりませんが、大阪のアジアン映画祭で公開されて評判も良かったみたいですね。はい。インドではいつ上映？インドは去年ですかね。はい。去年公開された映画で、まあ、その、それほど、インドではそれほど有名な話、まあ、映画ではなかったんですけど、まあ、いわゆるその、シャルカンみたいなその大きいスターがいるわけではなくて、うん、ただその俳優のラジクマルラウは、うん、まあとてもそうですね、素晴らしい、最近急上昇して、あ、そうなんですか。そうそう、別にかっこよくもないけど、うん、演技がすごい、はい、うん、若い人ですか。若い人ですね、はい、まあ、20代後半ですかね、うん、はい、はい、かなり若い人で、うん、ぜひその日本、まあ、日本、今はもう日本でも、日本語の字幕があるので、はい、あとはもうインネットでも見られると思いますので、ぜひ、ニュートンを見てみてください、うん。はい。で、なぜこのニュートンの話をしたかっていうと、うん、おとといですね、うちの大学が、位置しているそのテレンガナ州の州議会選挙が、うん、終わって、で、その州議会選挙に興味がある、あるかと、聞くと、まあ、まずはその、どうしてその選挙の話になったかっていう
ね、その話もしなきゃいけない。遡ること。そうですね。はい。かなり。一週間前。一週間前ですかね。まあ多分そのアップロードするときにはもう1ヶ月前の話になっちゃうかもしれませんけれども。そうですね。ちょうど1週間前に、その、懇親会というのかな。まあ、楽器が終わって、みんなで飲みましょうっていうことで。打ち上げみたいな。うん。それでその、飲み会っていうか、そうね。宅飲みですね。はい。宅飲みをして、集まったんですけど、集まったんですね。それで、酒がないっていうことで、いきなり気づいて、じゃあ、酒が買えるかっていうと、買えない。そう、買えない。そう。なぜかというと、そう、次の日が、ちょうど、その、投票日で、うん、私もなんで酒屋さんが休みなのって、はい、友達というか、その、パリク先生に聞いたら、うんうん、インドでは、投票日の前日と当日もですか？そうですね。開票の日も、うん、その、酒の販売が禁止され、全面禁止されているんですね。まあ、販売が禁止されているわけでも、飲酒は禁止されているわけではなくて、販売自体が禁止されている。だからその、二日前に貯めとけば、その、そうそう、OK。OK なんですね。はい。そうなんです。はい。で、なんで禁止かっていうと、はい、まあ、いろいろ説があるんですけれども、はい、ただその、インドはその、インドではその、はい、酒の販売が禁止されることを、その日のことを、ドライデーと言って、まあ、乾いてる日。なるほど。喉が乾く日か。そういうことか。はい。ドライの、乾燥のドライにで日なんで、はい、で、ドライデーっていうのは、まあ、その、投票、まあ、選挙だけじゃなくて、その、州の、まあ、その、国の祝日、うん、もそうだし、州のまた別のそのお祭りの日にも、うん、酒の販売が禁止されていて、まあ、ドライデーがあるんですけれども、それはその州が決めるもので、うん、あとその国家レベルで中央政府が、まあ決めるドライデーの日があって、毎年そのこういう日がドライデーになっているっていう、ふうになってます、うん、で投票はどこもその販売禁止になってるんですね。でインドはその酒がもう全く販売されてないですもん。いわゆるその酒が禁止されている州もあって、例えば一番有名なのが、その、今の、首相の、モディ、首相の、まあ、出身地である、はい、グジャラート州っていうところは、禁止されてる。あとは、まあ、ビハール州も、最近禁止されてましたね。そうですね、はい。今年か去年ですね、はい、もう、禁止されてました。飲むのすら禁止。はい、そうで、これ、インド人だけじゃなくて、もうそこ、そう、インドにいる外国の人も、持ち込みもダメっていうことですか？持ち込みはどうです？持ち込みはダメ。入れないんじゃない？いや、持ち込みは、そこはちょっと私も、空港とかないからね、わからないですよね。あ、そうか。禁止されているのは、多分、飲酒ではなくて、多分、いわゆるその、提供という、つまり、誰かが金を払って、買うっていう、その、売買が、酒の売買が禁止されているのではないか。まあ、そこはちょっと私も、詳しくは知らないんですけれども、一応、グジュラート州でも、ここで、まあ、その、5、6年前の話なんですけれども、酒は、通訳として、その、日本人と一緒にね、グジュラート州に行った時は、はい、酒は、ホテルの人に、はい、が優しくてですね、はい、いただいたことはあります。はい、そういうこともできる。うん、はい、あと、ローカルなね、その、少数民族が作っている、ドブロクみたいなお酒は、うん、今でも普通に飲まれてる、ね。そうですね、はい。まあ、その、多分、日本は禁酒法は、禁止、何法っていうのかな、酒を禁止する法律っていうのは、多分ないんですよね。ありえないですかね。飲んじゃダメっていうだけの話。うん、そんな、酒禁止したら、うん、多分日本の国民全員怒る。怒る。そうそうそう。あれだけがそのストレスの吐き口ですから、ね。今までの飲み会とかがなくなったわけです。そう。いや、無理でしょ。絶対無理で。金曜日に酒販売禁止されたら、もう、金曜日だったらもう、花金判断日です。社会が破綻しそうな、しますね。経済破綻に。そうそうそう。本当に。日経が翌日落ちて。まあ、ね、そういう、まあその、私の実感があるそのケラダ州は、まあ、給料日の、給料日というかその給料が、
多分入るのが1日で、1日が、その1日もデッドライデーになっていて、で、4、5年前までは、日曜日も、酒の販売が禁止されるんですね。うん、これ飲酒が禁止されたわけではなくて、販売が禁止されていて。なんでですかね。だから人がその、いわゆるその、お酒の、その依存症の人が、飲んでしまうんじゃないかっていうのが一応今理由にはなってるんですけれども、さっきも言ったように、その日に買えないわけであって、それしてる人は、ね、依存症の人はもう元々、そもそもその、ね、うちに置いてあると思うし、そうですね。医療の方にお金かければね、その分。だって、どうせあの、税金、酒を、売ってるとこも税金を納めてるわけなので、それを医療に回せば依存症の人を助けられるんじゃないかなと思うんですけれど、まあそれは州それぞれのルールがあって、はい、ドライデーの1日前は、ぜひインドにいる日本人はぜひ買っておいてください。ストレスがたまらないようにでこれ 毎年あの 州政府また中央政府が発行、そのカレンダーみたいのを、その毎年こういう日がドライデーっていう風になってますので、すごい、それもぜひ調べて、はい、日本の大使館にもね、こういう注意事項の一つにもね、入れておきたいもんですよ。ドライデー、そう、ドライデービー。ドライデービーだと20か。ドライデービー。ね、というふうに、はい。ね、その選挙で、うん、お酒がダメなのは、そう、大地先生曰く、植民地時代からのちょっとした、うん、まあそのもちろんその酒で票が買えるっていうのもあるんですけれども、賄賂として使われるっていうのもあるし、うん、プラスその植民地時代からの習慣、そうなんですね、はい、植民地時代のそのいわゆるそのイギリスの、うん、そのまあ、イギリス政府というか、当時のその植民地政府ですか、うん、が、その、まあ、初めてそういうドライデーっていうのを、施行して、それが、まあ、その、インド政府がそれを受け継いで、それをまたその、そのまま、続いてきたっていう、はい、イギリスにもあるのかな、ドライデー。ね、ああ、多分その、それやはりその、なんていうのかな、カトリックの、うん、なんていうのですか、その、ピュリタン、はい、派が、やはりその酒とかそういう禁欲的な、なんていうかな、そういう、禁欲的っていうのかな、そういう、禁欲的な、ね、うん、習慣をこう、なんとかしようっていうことで、そういうのがあって、それがそのまま、インドにも残ったんじゃないかなと。同性愛も同じじゃないですか。イギリスの法律がそのまま、そのままそれが、そうなんだ、まあ、親からの譲ってもらったっていうか、はいはいはい、それでまあ最近、認められたんですけど、ね、うん、まあ、同性愛 OK になりますね。そうですね、はい、はい、それについても何回かね、クラスでディスカッションとかもね、しましたね、しましたね、はい、ということ で、 そうです、ね、元の選挙の選挙のことになるんですけど、ニュートン、うん、ニュートンね、そうそう、でニュートンのポスター見てたんですけど、今日ね、ちょうど選挙について話すんだよ、話すことを今日ちょっと気づいて準備不足だなと思って、ニュートンの話からね、この入ろうと思ったんですね。で、ニュートンのポスター見ると、インドの選挙がわかると思うんです。もう、どれどれ、はい。で、これ、ニュートンは、まずその、じゃあ、まずその、あらすじから説明しましょうかね。はい、ネタバレはなしで。あ、ね、じゃあ、ネタバレっていう、まあそうですね、はい、ネタバレなしで。はい。日本で公開されてるから。そうですね、はい。じゃあ、ネタバレなし版です。舞台が、チャッティスガル州といって、テレンガナ州のちょうど北にある、州です。はい、まあ、テレンガナ州がわからない人がいるのであれば、その、ムンバイがあるマハラシュトラ州、かなり大きい州なんですけど、うん、その東にある州なんです。うん、まあ、位置的に言うと、ちょうど、そのインドのひし形のど真ん中、ね。そうですね、もうインド中部と言われても、うん、はい、うん。まあ、一応地図。編集の時には地図入れときます。はい。で、その、で、この、ニュートンという、この公務員なんですけれども、うん、このニュートンは、選挙の管理員として、チャッティスガル州にこう派遣されるわけなんです。うん、で、ネタバレなしだから気をつけていきますね。はい。で、そのチャッティスガル州もかなり大きい州で、彼が派遣されたのが、その、とてもその人口も多分100人くらいの、
小さな村で、うん、でそこに派遣されるんだけど、そのそこはあのちょうどその毛沢東派、あの左翼の過激派の組織があって、うん、武装集団なんだけど、うん、でその武装集団が、その選挙を妨害すると、うん、と予告している中にそのこのニュートンがその選挙管理リーダーとして、うん、あのそこの投票所に、来るわけです。うん、で、あのポスターにもね、彼そのあのあれチョッキというんですかね、その防弾チョッキ、防弾チョッキを、そう、防弾チョッキ着てますね。着ていて、あとまあそのあの安全帽ですか、なんていうの、ヘルメット、ヘルメットも、はい、グッ、そう、ヘルメットも被っていて、うん、でこれがそのね、そのいわゆるそのブス、あのいつ襲われるかわからないっていう、うん、状況の中で彼は規則正しく選挙をやりたいと、うん、なるほど。で、その彼の、その、まあ、彼、その選挙管理員を守る、治安部隊も一応あるんだけど、その治安部隊が全然やる気なさそうな治安部隊で、で、その、そこに、その、村でも、こう、村の人と、あとちょっとその村に、村の近くにある、森というか森に住んでいる先住民たちもいて、で先住民は読み書きができない、しかしその有権者である、うん、でその人たちはじゃあ有権者なんですけれども全然選挙には関心がない、うん、でこういうとても面白いその先住民との関係や治安部隊との関係、いわゆるそのインドでの選挙というのはどんなものなのかというのはすぐ分かる、まあ、すぐ分かるというかそのインド選挙入門にちょうどなるんじゃないかなと思うよ。なかなかその、ね、私たちインド人もこういうところは行けないし、あの選挙というものは、まあ、街の中での選挙というのは、とても、まあ、どこの国に行っても同じような、まあ、その集計だと思うんですけれども、こういうなかなか普通の人は行けない、インドが、インドを見ることができるっていうのがあります。へー、面白い。面白い、面白そう。あともう一つ、あのインドの選挙は、そのポスター見るとですね、彼が今抱えている、あの、機械があるんですけれども、はい。で、その、こう、ちょうどここに、機械があるんですね。はい。これ、インドはその、いつですかね、だいぶ前ですから、14年前に、うん、投票の用紙を、もう、なしにして、投票を全部コンピューター化しようと。すごい。つまり、インド全国での投票所では、もう投票の用紙なしで、投票機で、まあ、EVM といって、電子、投票機っていう、はいはいはい、エレクトロニックウォーティングマシーンなんですけど、で、投票機を導入したわけですね。すごい、これも進んでるインド。数もすごいですよ。これ多分、まあ、その導入された時はとても話題になってた、うん、日本でもとても話題になってましたけれども、多分、100万台以上じゃないですかね。はい、100万。そうでしょうね。だって、インド広いんだけど。そうそうそう。で、その EBM がこれなんですね。その投票機の。はい。で、これ読み書きができないので、これはあの、その、生徒とかその、候補者のシンボルがあって、ロゴがあって、うん、で、それを見て、投票するようになってます。あ、なるほど、はい、顔で、あ、ロゴか。ロゴです。はい。例えば、ナイキーだと、ナイキーのその、はいはいはい。ロゴがあるじゃないですか。同じく、その、うん、一人一人にあるんですか？一人一人っていうか、政党のものがあります。はい。で、ね、あるその選挙区の政党の代表というのはすぐわかる。だからで、なるほど、なるほど。あ、その、でもその選挙区の中で、うん、一政党につき一人しか立候補できないんですか？そうですね、はい。そうですね。あ、日本は、あの、あれですので、比例代表制なので、うん、一区にはその、三人いたりはするんですけれども、はい、インドはどちらかというと、あの、なんていうんですかね、小選挙区制で、うん、はい。あ、一人しかいない。はい。一人なんですね、はい。生徒から、そうするとやはりその、かなり強い政党の人しか、候補者、からしか候補者が出ないっていう、そのデメリットはあるんですけれども、はい。日本はどちらかというと、その、得票で、うんうん、その、なんていう、分配ですか？そうですね。分配されるんですけど、はい。あ、それともう一つ、その投票機の他にももう一つあって、うん、このポスターがですね、うん、彼のちょうど上に、
5人がこう指を指しているのが見えるんですね。これが、テレンガナ州にいる、テレンガナ州にいてその Facebook を見ていると、もうみんながね、こう指をこうやって、ね、昔その ピースサインみたいにこう指をこう、人差し指ですね、はい。人差し指に。なんかインクがついてるっていうのがあるんですけど、ここもね、みんなこうインクがついているんですけれども、これも、人差し指の爪のところに、はい。青黒っぽい、こう、インクが。これね、落ちないんです。これ2、3週間落ちない。うん、へー。これなぜかっていうと、こう、他の人の、こう、振りをして、うん。まあ、インドはその日本と違ってですね、その、まあ、日本だと戸籍があって、すぐその、どこの人なのかっていうのはわかるんですけど、はい、身分証明書になるわけなんですけれども、ね、インドはその戸籍っていうか、そういうマイナンバー制度とかがはっきりしてなくて、うん、他の人の振りをして、その投票をするっていうことで、うん、それを防ぐためにこう、一回行ったら、つけられる。指先のところにこう、ちょっとだけインクをつけて、そう。そうすると、その、逆にその、差別されることもあって、選挙にとてもその、熱心な人たちは、こう、うん、例えば買い物するときは、私も2回くらい言われたことがあるんですけれども、うん、昔はね、投票しなかったんで、うん、で、店で買い物してたら、レジのところで、その物を渡すじゃないですか。はい、その時に、あ、投票しないんですね。って言われて。から目線で。うん。で、うん、すいませんでした。そうか、ついてないのまた問題というか、うん、なんていうか、ね、見る人が見たらね。まあ、そういうね、選挙とか政治にかなり熱心な人、方々がね。まあ、いろいろね、政治っていうものは難しいんですけれども、うん、そうですね、うん、この前の選挙は何の選挙かっていうのは議会の選挙ですよね。そうですね、はい、まあ、そうですね、はい、議会、そうですね、州議会っていう、州議会ですか、はい、インドはですね、その国会じゃなくて、そう、それ多分日本人はその議会の選挙っていうと、うん、言うと国会の、まあ、いわゆる参議院、はい、衆議院議員選挙と思われると思うんですけれども、この前行われたその、5つの州で、行われた選挙というのは、州の議会、州議会選挙なんですね。うんうん、で、これどういうことかというと、日本の県議会選挙ですか、ね、そうです、はい。そうですね、はい。日本はやっぱりその、国会の選挙があって、その国、県、市町村レベル、うん。市町村レベル、はい。その後もその下にまたありますよ。市町村が最後ですね。最後ですね。あ、うん、なるほど。そうですね。インドはそうです。同じくその 何種類かの選挙があって、うん、州議会の選挙なんだけど、なぜその州議会の選挙なのに、その国全体がそれについて話しているのかっていうのもあって、うん、日本ってそんなそれほどな、もう、それほど話題にはなるのかな。そのつまりメディアではもちろんその取り上げると思うんですけれども、うん、普通の人が紅茶飲みながらその話をするっていうのはあるんですかね。ないんじゃないですかね。あんまりないですね。ないですよね。うん、はい。そこはインドは私もその開票の日は私研究室で仕事してたら、はい、そこ部屋の前を通る人たちがどこどこの党が100票勝ちげたよとか、なんかいろいろ言ってて。そうそう。うん、日本だとこういうのがないなぁと。友達ですらネットでこう調べてました。はい、ああ、もうここが、ね、この塔が、とか言って、そうそうなんでだよみたいな感じですごいなんか調べてました、ね、うん、しかも自分の出身地でもないのに、かなりその、政治への関心が強いっていうのが。いいですね。うん。まあ、いいことはいいことなんですけど、うん、はい。喧嘩になることもあったり。まあもう井戸端会議で選挙の話で大盛り上がりになって、うん、よく見ますね。日本ってそんなないじゃないですか。ないです、ね、ないです、ね、全然興味ない、ね、そうそうそう、うん、興味ない人が多いです、多いです、ね、若者はね、そうですね、うん、まあ、投票率も問題になってるけど、うん、日本って投票率どのくらいですか。どのくらいでしたっけ。わかんない。30-40%くらいですか。でもそのぐらいじゃないかな、うん、多分40-50%をいつもなんか意識してる気がします、うん。先進国はやはりそうですよね。やっぱりその政治への関心が。関心というかその、なんていうのかな、日本語でその、
そのいわゆるその関心興味が少しずつなくなっていくっていうか、うん、その自分と政治への関係性関連性が分からなくなるっていうのは、うん、つまりそうです、ね、生活が豊かなのである程度豊かなので、うん、その別に政治には、うん、政治は私と関係ないっていうのは、まあ、そういう意味では生活が豊かっていう証拠なんじゃないかなそういうことになるんですかね。そうなのかな、考えたことなかったな。でも日本も最近会見のね、話とかで、最近結構ね盛り上がってはいますよ ね、うん、ね、なんか憲法改正だとか、そうそう、日本は増税とかね、そうそうそういろいろワイのワイのやってますけど、でも、うん、でもあの1960年代でしたっけ、うん、70年代ぐらいのあの安保闘争みたいな、うん、すごい過激な時期が一時ありましたけど、そこまでではないですよね、うん、そうですね、はい、なんかデモとかしてもすごくおとなしいデモだし、これデモになってんのかなみたいな、うん、日本はデモもマニュアル化されてるんじゃないかなと思う。ここからここまでしか歩けませんとか、はい、歩道のところを歩いてくださいとか、なんかそうです、ね、警察官たちが来て、はい、こっちですよって誘導してるしね車通るときは車通りまーすインドだと車どこか通さないという、そう、すごい優しいデモだな、うん、そうですね、なんかそれこそ選挙の前に、うん、多分その政党を応援する人たちが、うん、パレードじゃないけど、うんうん、歩いてるのを見て、それがなんかちょっとデモみたいに見えて、私は。あ、デモじゃないけど。デモじゃなかったんですね、後で聞いたら。私なんかのデモやってるのかなと思ったら、政党の応援の。あ、インドで？インドで、インドで。インドで、はい。そう、あれは選挙ですね。うん、すごい、なんかもう、インドの選挙活動っていうのが面白いなと思って。あ、トラックとかで人を、うん、トラックに人が乗ってボーって走ってもらったり、うん、あと音楽を鳴らしたり、うん、あとなんか支持者がその立候補者の後ろをバイクでボーってすんごい列を作って、なんかすごいパレードみたいなのやってると思って、うん、昨日ありましたよパレード、本当に終わったのに、うん、テレガの州はその地方の政党が勝って、うん、その出馬者、その立候補者の人とその支持者がもうパレードで、もう多分100メートルくらい長いパレードで、ずっともう後ろの、そのずっとその交通渋滞になっていたんですけど、もう勝った人はもう全然それに、どっちかというと私たちの票で買った人なんだから、うん、そこはね、うん、迷惑をかけないのが、確かに、ね、当たり前なんですけど、そこをもう交通ルートで迷惑ばかけて、この人はもう、2回目は選ばれるのが、多分選ばれるでしょう。選ばれるでしょう。そう。そう、しかも夕方ね、ちょうどその出勤というその、その仕事終わってちょうど帰ってくる、はい、時に時間帯だから、うん、そうそう、みんな疲れてるし、そうですよね、一番混む時間だし、はい、そうラッシュ時なのにそれやるか、うん、時間ずらしなさいよ、逆に一番見てもらえるのかな、その時間になれば、ね、でももうね、当選したんだからいいのに、ね、いいじゃん、あとは最近さ、もう別にそのね、あの YouTube とかで自分のその宣伝とかを発信すれば、うん、動画見る途中でね、あの広告が出てきて、うん、あ、この人がなんとかなんとかをこう、約束してくれてるっていうのはわかるし、うん、別にね、あの自分が、あの本人があのそのパレードをしなくても、うん、そのなんていうか存在感は別に薄くなることはないから、うん、昔は上がるんだけどね、今は別にしなくてもいいんじゃないかなと。うん、どうでしょうね。でも支持者はそういうことを期待してるし、そうですね、はい、うん、直接会いたい、うんうん、そうかもね、はい、あ、それと私ちょっと一つ疑問に思ってたのが、うん、例えば日本では、住民票がある市町村とか、うん、まあ、県とかから、うん、こう投票用紙がこう送られてきて、うん、今度選挙に投票してくださいっていう風になって、うん、でその例えば実家が
こう、私の実家が高知県にあるとして、うん、大阪に住んでて、住民票が高知県にあると、まだ、で大阪の選挙が行われるっていう時には、別に大阪の選挙には行けないんですよね、っていうかのが仕組みなんですけど、インドではどうなんですか？そうですね、インドはどこに今あの投票でき、まあ、そのインドはその、まあ、有権者もね、もう今は7億8億くらいいて、今の制度だとかなり難しくなるわけですよね。その、最近、どういうことかっていうと、最近は、IT 産業も非常に盛んになってて、人がかなり移動してる、わけなんですよ。なので、こう、実家に帰って投票することはもちろんできるんですけれども、それよりも、簡単っていうか、効率的な、まあ、効率な方法としては、自分がいるところの代表を選ぶっていうのを、選ぶことができるんですね。つまりどういうことかというと、自分の選挙区が小さいので、一応自分が知ってる人が、知ってるっていうか、ある程度その知ってる顔、知ってる人を選ぶことができるので、実家に帰って人を選ぶよりは、自分のいるところで、その申請をして、ここにこういう住所、こういう私ちゃんとした住所があって、ここで働いている人ですというふうに申請すると、ここの選挙区の投票権が与えられるんですね。はい、一応選択肢はあるんですけど、そのまま例えばケララ州の、投票権そのまま、使いたい場合は、じゃあケララ州の州議会選挙が行われるときにそこに帰って投票することもできるし、逆にそのここにしたい場合はここに、ここでもできます。ただその、もう一回申請することが必要となります。で、その選挙権っていうのは、アダールカードっていうカードですよね。いや、アダールカードは関係ない。ごめんなさい、ウォーターカード。ええ、そうです。さっき言ったそのアダールカードっていうのは日本のマイナンバー制度にあたるもので、それはまあ、身分証明書としては使えて、あとはまあいろんな、政府からの援助とかを、もらうときに使えるんですけど、インドの場合は、まずはその、顔写真付きの、ウォーター、投票カード。その、アダールカードじゃなくて、ウォーターカードを持って行って、そうですね、はい。そのウォーターカードを持って、投票所に持って行って、その投票所にはその、その選挙区の、有権者の名簿があって、それとカードの写真、顔を確認してから、そのインク、指先にインクをつけて、投票所入って、そのさっき言ったその投票機の、自分の好きなボタンを押して、変えるっていう、仕組みになってます。なるほど。はい、そうですね。じゃあその、ウォーターカードは、自分で申請しないともらえないんですか、それとも自動的に、ね、いや、自分で申請しないと。そうなんだ。最近はオンラインで申請できるんですね。オンラインで申請して、その発行するときには、その発行して、その受け渡しはもう本人が行かなきゃいけないんですけれども、もう発行まではもうオンラインでできるようになっています。まあ、州によってはちょっと違うところもあるんですけれども、ほとんどの州はもう今オンラインで、発行手続きができてますね。はい。なので、その、そう。だから、その、インドはですね、29の州があるじゃないですか。で、各州が議会持ってるわけです。日本だと、衆議院議員があって、参議院議員があるじゃないですか。で、衆議院議員は今、400何とかですよね。まあ、450人くらいだと思うんですけど、それが、その、比例代表制によって、その人たちが、まあ、皆さんが、投票して、人をその議会に送るわけなんですよね。はい、で、参議院は、一部はその比例代表制、一部はもうその参議院、どういうふうになってます？その、もう250人くらいですかね。はい。今は。衆院よりは少ない。で、日本は多分あれですよ、その、3年ごとに半分が、もう半分が、また改選するっていう、入れ替わるんですよね。はい、インドの場合は3分の1が、もう3年ごとに改選が、改選でこう、入れ替わることになってるんですね。だからその20州は衆議会っていう一つしかないんですけど、残りの7州は、22州はそうなって、残りの7州は上院下院があって、またその国会レベルと同じようなその上院下院の
そう、ものがあって。まあもちろん上院は日本の参議院と同じく直接選ばれるわけではなくて、間接的に、その下院から、下院が選んで、その、送るっていう、下院が選ぶっていうふうにことになってます。はい。はあ。うん。インドだったら29州の中で22州と7州で、うん、その選挙のシステムが違うってことですよね。ちょっとだけは違います、ね、ちょっとだけ違うってこと、うん、投票は同じなんですけどね、うん、投票のシステムは同じなんですけど、その議員のシステムが違うってこと、その仕組みがちょっと違うっていう、うん、あとはその連邦の直轄領もあって、うん、連邦、あの連邦直轄領といって、あの、なんていうんですかね。この連邦。連邦というのは、その、インド中央政府の直轄の領域があるわけですね。これがまた別な、そう。あの例えば、その、デリーっていうのは、はいはい、州でもなければ、州じゃないですよね。いや、州でもなければ、その、中央政府直轄領域でもないんです。え？デリーは準州です。つまり、準大学というみたいに、準州です。完全な州ではないんです。で、チェン内の、南インドのチェン内、まあ、その海が有名な、チェン内の近くにポンディチェリーっていうところがあるんです。観光地として有名なんです。ポンディチェリーは、中央政府直轄、直轄領域となっています。そこはまた別なんです。そこはもう普通のその選挙は行われない。今のその州議会選挙というのは、州になっている29の州で行われている州議会の選挙であって、じゃあポンディチェリーは州に入らないんですか？ポンディチェリーは、その、中央政府が直接管理、だからその、中央政府の管轄地域になってます。へぇ、そういうふうに7つの地域があって、州の中にあるわけなので、その州があって、その州の中に、中央政府が直接管理しているところがあって、そう。だからその、難しい。そうそうそう。普段そのニュース、はい、日本でその報道されているインドの選挙を見ている、のニュースを見ていると、あ、もう簡単な47都道府県で行われている選挙とインドの選挙同じっていうふうに思われてしまうかもしれないけど、複雑です。複雑ですね。そう。だからその普通に言うとその、まあその中央政府、いわゆる国会は、上院と下院がある。うん、まあ、それはもう参議院、上院は参議院、下院はその衆議院ですよね。で、その、もちろんその下院、国民は下院の、その、なんていうんですかね、議員を選ぶわけですよね。で、それがその、まあ、500何人というのがあって、で、それもそのインドはその、留保制度というのかな、そのいわゆるその指定カストとか指定部族、部族というのかな、いわゆる昔のその不可食先民たちのためにその席が保留されているっていうか、もう決まってる、決まってる、指定されてる枠があるんです。はい、枠制度、はい、でそれがその多分100くらいがその指定カスト指定部族のためにその枠があって、で、それが、これが下院ですね。その、いわゆる衆議院の問題。だから500くらい、550くらいあって、その100人くらいが、指定カスト、指定部族からの人たち。で、大統領が直接選ぶ、あと10人くらいも入ってきます。これ、はい、大統領選べるんですか？大統領が直接その10人くらいですかね。それも指定カストではなくて、昔のですね、そのイギリス植民地時代に、イギリス人とインド人との間に生まれた、いわゆるアングロインディアンといって、イギリス系インド人ですかね。イギリス系インド人のためにも枠があって、はい、今でも、はい、今でもそうです。はい。で、それがその、多分大統領がその、直接選ぶっていう風になってます。で、その、これが下院で、で、上院はどういうことかっていうと、うん、人が選んだ代表だから、うん、その代表が今度、なるほど。この上院を選ぶっていうことになってます。これが、中央政府レベルでの話です。なるほどね。はい、これ多分日本とは同じで、まあ、ただ、選挙の制度がちょっと、日本は比例代表制で、インドは、ま、直接、小選挙区制になってるっていう、はい、そこだけが違うと思うんですね。なるほどね。ただ、州に来ると、州のレベルに来ると、この複雑な話になって、州ごとにその仕組みがちょっと、議会の仕組みが違うっていう。ただ、人が投票するときは同じなんですけどね。はい。そう。だから、インドというのはまた、その、難しい国で、はい。複雑で面白い。
さすが。カオス。インド一つの州だけでもすごい大きいし、人口も多いから、どっかの国レベルなんじゃないですかね。そうですね、はい、言葉も違うし。そう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 。州超えたら違う言葉になって、うん、何もですかね。あ、ちょうどそのニュートンもですね、同じ村の人たちすらもう言葉が通じないっていうのがある、先住民と村の人だともう言葉は通じないです。お互いに関心がないっていう。つまり全然違う生活を送ってきた人たちなんで、もう、だから別に州を超えなくても同じ村でも違う文化が存在してるっていうことなんで、ぜひニュートンを見ると、インドの選挙のことがちょっとくらいは、はい、理解できるんじゃないかなと思います。面白いですよね。すごい先進的な、その、投票機会を導入しているかと思いきや、うん、そういう、まだそのごたごたがあって、ね、文字も読めないような人もいて、みたいな、もうなんか、ね、さすがだ。逆に読み書きができないから投票機が導入されたっていうのもあるからね。そうですね。まあね、書けないもんね。インドすごい。ね、極端な例が、極端なその現象が起きている国なんですよ。本当面白い。そうです。ね、その両極端すぎて、ね、受けますね。先端技術がある投票機と読み書きができない人の、うん、ギャップよ。そう。面白い。面白いわ、はい。インドのポテンシャルが見れますね。本当に。うん、それに比べ日本では今でもちまちまと、ね、東洋用紙に名前変えて名前が間違ってるとかね、そうそうそう、向こうになったりする。